お仕事お疲れ様でございました。私たちには想像力をかき立てる何かが足りないんです。いろいろ教えてあげようか。はい。8000円です。安いのを買えなかったのか。お帰りなさい。汚れるからもう着替えたの。あなたにはまだ早いですよ。どう、いろいろ試してみた。どうだった。色っぽかったよ。な、何さ、うちのポストに変なチラシが。うちにも。誰にも気づかれないで静かに生きていけるとでも思ってたのか。旦那出て行っちゃった。過去のことを後悔してる。あの頃の真剣な自分を否定したら今の自分もなくなっちゃうの。感じ始めてまだ3日だよ。嵐が過ぎ去るのを待つわ。私がどうにかしてあげるから。でもこのことはみんなには内緒にしてね。奥様は取り扱い注意。水曜夜10時。Ah!